皆さんこんにちは。キミクレシン歌の兄のお姉ちゃん歌の姉です。今日のオープニングはすごいですよ。こちらの方とご一緒です。クレシの新原市長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここ見てくださいね、このレンズ、はい、それではいきますよ。せーの、クレッシェ120周年、バンザーイ。リーダーキミクレシン率いるクレの魅力を探る5人、その名もクレチューバー。5人が西へ東へ駆け回って集めた魅力をご紹介。我らクレチューバー。いやー、新原市長と自撮りさせてもらいましたよ。気さくな方でしたね。それでは私も式典の方を覗いてみようと思います。今月1日、クレシ制が施行されてから120年の節目を迎え、クレシの120歳の誕生日を祝う式典が開かれました。そして式典の目玉の一つが、クレシ制120周年を記念したピンバッジの発表です。選ばれた作品がこちらです。かわいらしい。クレシ内の小学生から821作品の応募があり、昭和南小学校6年生の赤坂ゆずきさんの作品が最優秀賞に選ばれました。どんな思いでデザインされたんですか？他の県とかに、クレシをもっと知ってもらいたいと思って描きました。自分のデザインしたものがみんなが使うバッジになったってどう？なんか本当になったんだってびっくりしました。びっくりしたじゃろうね。これからクレがどんな街になってほしいですか？温かい人が多くて、なんか美味しいものがたくさんある街になってほしいです。そんな思いがぎゅっと詰まったクレシ制120周年記念ピンバッジ。クレシも本当に嬉しそうでしたよ。赤坂さん、私たちクレチューバーもクレシの魅力をたくさん伝えられるように頑張っていきます。クレの魅力はたくさんありますからね、伝えるの大変ですよ。どんどんこれからみんなで頑張っていきますよ。お願いします。よろしくお願いします。次回は地震への備えにクレチューブ。